私キセルソースルーダネッチアーマードです。今回は2017年、アメリカ映画ホーンテッドテンプル顔のない男の記録ということで、このねホーンテッドマンションが大ヒットしているという最中にあえてホーンテッド違いを出してくるというこの企画ということで、今回は、小麦粉氏とお話してまいります。よろしくお願いします。お願いします。2017年、制作というか、アメリカ公開2016年っていうところらしいんですが、マイケル・バレット監督ということで、この方はあの熊のぬいぐるみのテディベアの CG の、 あのテッドっていう映画あったでしょ。あ、はい、あれのカメラマン撮影監督やってた人が監督やってるっていうので、で、この脚本の方のサイモン・バレット、まあ、バレット・バレットでなんだけど、また別人なんだけど、はい、で、サイモン・バレットさんっていう方は主に、B 級ホラー映画ばかり手掛けている職人ですね職人です。もう B 級ばっかり、うん、でもブレアウィッチプロジェクトって昔あった映画を、まあ、リメイクしてまた評判が悪かったんですがそういった有名タイトルも手掛けてるということですね。なのでその方がやったその、まあ、日本で、このホラー映画を作ろうということで、オール日本ロケを観光ということで、素晴らしいですね。企画は素晴らしい。でこれは顔のない男の記録っていう、まあ、あれがついてるんですが、副題がついてるんですが、多分、はい、アメリカ公開でのタイトルはただのテンプルなんですよね。寺なんですよ。あ、そうなんですね。そうなので、このホーンテッドって入れてしまっているのがこう日本独自のタイトルだと思うんだよね、うんうん、まあ、とホーンテッドっていうのは、まあ、その呪われたとかそういう意味なので、どうしてもこのあの日本だとホーンテッドマンションが有名なので、はい、そっちの方のやっぱ、あ、それで、あ、怖いんだな、映画なんだなっていうのが分かるっていう、そういうなんかそのタイトルの匂わせの付け方っていうところですかね、うん、でこの我々がこれいいなって思ったのがこの栃木ホラーなんですよね。これ栃木ね、これすごいですよ。このセンスですよ。栃木を持ってくるっていうね、素晴らしいですねまあ、我々、小麦粉氏もそうなんですけど、ちょっと栃木には詳しいので、ちょっとどんなもんかなっていうところで、怖いもの見たさ、違う意味での怖いもの見たさっていうのもあって、まあ、見てみたんですがどうでした？なんかあの栃木行きとかの、栃木っていうか、なんていうんですか、栃木県の電車乗ってたりとかして、うんうん、あ、場所は舞台は栃木なんだ、うん、あれは栃木じゃなかったありましたよね、映像。まあ、ぶっちゃけて言うとほとんど山梨ロケらしいですだから山の中の映像とかほとんど山梨らしいんだよね。あ、やっぱそうなんだ。そう、ちょっとね、だいぶと途切れてるな。聞こえますか？あ、聞こえてます。こっちは全然ちゃんと入ってる。なんか途切れるんだよな、いつも。それで、まああれだよね。東武浅草駅からスペーシア乗ってんだよね。はい。でスペーシア乗って一応栃木方面に乗ってるの向かってて、まあ。多分降りてるのは栃木市周辺で降りてるような感じがするので、あの日光までは行ってないんだよね。あの日光方面っていう、あの後ろにホームが見えるので、日光と手前で降りてるから、でスペーシアが止まる駅って言ったら、まあ大体まあ栃木の手前って言ったらもういまいち、その辺ぐらいになっちゃうので、うん、なので、まあ、その辺鬼怒川までは行ってないと思う。鬼怒川まで行くのはスペーシア、あの日光方面ではないので、はい、なので、まあ、ちょっとその辺のところだかなっていうところなんですが、まあ、その設定としてはね、まあ、実際は山梨なんだけど、うん、で結構このあれだよね、その最初新宿から始まるんだけど、
あのなんだ、栃木に行ってから飲みに行ったりするでしょ。はい、あの彼女が時差ボケで寝ちゃうから、ちょっと男二人で行こうぜっつって、ね、このジェームスが浮気しまくるところなんだけど、あクラブ で, でこの辺が、船橋じゃない、これあれか、そうか、船橋の商店街の上りが見えちゃってるんだよ、歩いてる時にだし、その彼が、誰だ、クリスがはぐれちゃって、なんか一人でさまよってるあたりっていうのが大体荻窪っぽいんだよね。でまあ3人で最初新宿でうろうろしてるっていうのは、あの辺はあのなんだ、東口の、あ、西口か、西口のダイガードとか、あの思い出横丁とか、あの辺なんだよね。ああ、本当、あの辺はちゃんと、ただね、ただあれだね、渋谷センター街にも行っちゃってるんで、なかなか あの辺をぐるぐるしてたっていう感じの描写があるんだけど、まあ、結構ね、あの辺の感じがよくって、なんかこのあれだよね、その外人がこの、なんだろう、エキゾチックを感じる、このや、なんていうの、ああいう横丁街みたいな、はい、外国の街をこう観光して歩いてるっていう、あの空気が出てて、さすが外国人が来るとこう、ああいうなんかこう異国情緒のある絵作りにやっぱなるんだなと思ったね。確かなんです。なんで、まあ役者さんはですね、ジェームスさんっていうのがブランドン・タイラーさん、クリスさんがローガン・ハグマンさんで、ケイトさんがナタリア・ワーナーさんという方なんですが、それに、加えて日本人俳優めちゃ出てますね。めっちゃ出てました、ね。まあそもそも竹中直人さんが重要キャラで出てたっていうね、はい、教授っていう感じで出てて、もう最初警察、刑事かなんかだったなと思ったけど、なんかあれなんだね、そういった研究機関、なんだろうね、教授って言ってたけどね、なんだろうね、犯罪心理学みたいなやつなのかね、分かんないけど、ね、あ、言いはしました、うん。で、あの通訳の方が内田朝日さんですね。はい、この方知ってます？いや、なんかでも顔は見たことあるなって思ったけど、うん、名前聞いてもあんまりピンとくて、うんうん、この方はね、山田孝之さんとか、あの綾野剛さんと一緒にあのバンドやってて、ザ・シックスってバンドやってた人、知ってる？ザ・シックスってあのやってたの。ザ・シックスは知ってます。知ってる？そのそれのギター担当かなんかじゃなかったっけな、確か。そうで、まあ、綾野剛さん今はもう あれでなんかいろいろ問題があって脱退してしまって、はい、で今山田孝之さんと2人だけで、内田朝日さんと2人だけで Q っていうバンドやってるらしいです。この方は英語ちょっと上手だったよね。でした、普通にぽい、ぽい役で、ぽい役だったもんね。で今はね、結構ちゃんと俳優もやってて、あのハリーポッターと呪いの子ってほら舞台やってんじゃん、はい、あれの舞台にも出てる。結構ヒットしてる。そうだね、まあその映画とかで主演とかやったりとかしてないけど、結構バイプレイヤー的な感じでいろんなところにはちょいちょい出てるっていう方です、内田朝日さん。はい、あとあの私大好きなあのマキタスポーツさんが出てましたですね。マキタスポーツ出てました。バーテンで、あのマキタスポーツ出てくるとどうしてもちょっと笑ってしまうっていうか、真面目な役やってんだろうけどちょっと笑っちゃうっていうのはあって、まあ、あとそのバーにいたね、詳しい、やたら詳しい客が、あの古舘幹事さん、ね、この人も結構映画出てたりとかね、はい、で俺の中で注目したのが、あの宿のおかみさん、栃木に行った後の宿のおかみさんいたじゃない、はい、あの方が青木和代さんって方で、あれね、ドラえもんの出てくるジャイアンのお母さん、母ちゃんっていうの、母ちゃんのたけしって言ってたあの人ですね。あ、声の人ってことですか？そう、声の人、声優役の人。
そうなんでね、よくよく聞くとね、あのジャイアンの母ちゃんの声なんですよ、うん、もう見た目もジャイアンの母ちゃんみたいな見た目してんだけどジャイアンの母ちゃんいう感じの、まあ、日本の俳優とかもふんだんに使った、もうなんていうかこうあれだよね、何しろ絵が綺麗だし、はい、音楽も良かったじゃん。うんうん、でオープニングの感じもなんかいやーなんかすごいのが始まりそうだなって感じで非常に良かったよね。はい、面白かった。ね、だから映像と音楽美しいだけに後半のこのグダグダというかが残念って言いますか、失速していきましたね。そう、あれ、まあ、でも逆に言えば後半の失速具合が最高でもあるわけですよ。あ、これで B 級確定していく感じがすごいなっていうね、うん、っていうのも、映画評価サイトのフィルマークスってあるでしょ、はい、フィルマークスで、2.1 すごいですね辛辣ですね2.1、まあ、何しろやっぱりね、脚本がやっぱグダグダよ、ね、そうですね、うん、あの伏線の回収がまずゼロ、うんうん、あの結局あの寺は何なのか、なんでああなってしまうのかって因果関係が全くわからないまま終わるっていうね。はい、うん、だから はい、投げっぱなしジャーマンのまま終わっていくっていうさいやーその秘密が知りたくて多分みんな見てるのに、そう種明かしなしっていう感じでまあただですね、もやもやするんだけど、ただそのアメリカ人の持つ日本におけるエキゾチックなを感じているっていう空気感、湿度とかああいうのがにじみ出てるだけで十分だなっていう作品ですね。うん、うん、だから結構そのディテールがすごい甘いんだよね、ディテールの詰め方がね。はい、あの結構なんていうか、あの半人半子の、あの像がいたでしょ、はい、まあ、ああいうのとかも、あのまあそのなんていうの、まあ、稲荷信仰を意識しているのであれば寺ではなくて神社なはずだし、うん、まあ、その辺が混同しているっていう節もあるし、そうです、うん、で狐がその寺を守ってるっていう設定とかね、まあ、寺、あの狐がそういう妖力を持ってるっていうのは、まあその中国から来た、九尾の狐の話とか、まあ、確かに殺生石が栃木の那須にあるので、はい、まあ、狐と栃木っていうのはなんとなく分かるんだよね、その雰囲気として、うん、ただ九尾の狐っていうのは、まあ、牛音虎にも出てくる白面のものっつって中国から渡って、まあ、古くはインドから渡ってきた妖怪なわけで。だからあの象はの顔は結構あの何ガンダーラとか古代インド文化の 顔立ちしてんだよ、うんうんうん、なんでどちらかというと、まあ、あれってヘレニズム文化から来てるんだけど、だからそういった大陸由来の仏像なわけですよ、ヒンドゥーとかね。なのでこの日本こういうの土着の怖さを表現しようとしている仏像の描写だとしたらピンボケだなっていうところはある。その辺のディテールの詰め方が甘くて、なんとなくそういった怖いっぽいのがいるっていうのがあるみたいなね、はい、っていう、まあ、描写だったっていうところですが、でも外国人からしたらそこら辺の感覚、日本のその辺の感覚って正確につかむのは結構難しい、うん、いや相当難しい。だから日本人がそこにその交渉、その地域交渉とか宗教交渉みたいなのが入って、まあ、日本人のスタッフもいるんだから、それはそういう展開にはならないよっていうことを言って、まあ、まあ脚本書き上げられてきちゃってるからもうしょうがないよね、そのそれで来ちゃってるからねなんだけどなんか違うなってもうなるよね、やっぱ日本人スタッフもね、うん、そこのところが、まあだからそのまあこれまとめて言っちゃうと、はい、この外国の辺境に来たパーティーが
現地全滅っていう、まあ、ちょっとカルト村的要素もあるわけでしょ、うんうんうん、でこの結局その J ホラーのテイストで始まったのに結局ハリウッド並みのこのクリーチャーが出てきて食い殺されてくるみたいな、はい、っていうこの幽霊でもなくモンスターが出てきてしまうっていうアメリカ人が好む展開になっちゃうんだよやっぱね、はい、アメリカホラーで終わってしまってるのがちゃんと J ホラーでテイストで始まったのにアメリカ人向けでも終わってしまってもったいなくて、うんうんうん、だ日本のねちゃんとしたこのいろいろなね、もの小道具とか美術使ってる俳優も使ってるだけにもったいないなっていうところだよね。そうですね。しかも途中まですごい面白い感じで、うん、面白い感じじゃん。なんかちゃんとなんか謎がいろいろあって、はい、うん、でだから子供たちの失踪事件との関連もゼロなわけですよ。何なのか なぜこうなったかのこの描写がないっていう、いきなり襲われて死亡みたいな、うん、なのでまあ、うーん、まああれだよね、その子供があのなんだっけ、セイタか、セイタっていう子供が出てきて、子供がそのどこの家の中でも出てきてなんかいざなっていくっていう描写っていうのがまあ結構その呪怨みたいな、うん、あのオマージュ的なのがあったりとか、まああれだよね、で実はこれはそのクリスにしか見えてない人だったっていう、後々見ると分かるみたいな雰囲気じゃん、あれって。そうですね、あのおかみさんもおいでって言ったのは犬に言っておいでって言ってるだけで子供には言ってないとかね、うん、あの辺はまあシックスセンスのオマージュなんだよね。なんでこのいろいろな映画の要素もいろいろ出てて面白い、まあ、そういった面で見ていけば、ああこれはあれのにリスペクトした展開なんだなっていうのは分かってるので、まあ、分かるので面白いっちゃ面白い。だからカルト村の感じとか、その例えばそのケイトがあの民間伝承と宗教のテーマで論文執筆のために、日本に来たっていう、そのネタを探して、この村に来てしまったっていう、こういう設定っていうのが結構ミッドサマーと似てるんだよね。そうなんです、うん、ミッドサマーもそういう人に論文執筆のために来たのがそのカルト村に入ってしまって全滅みたいな感じになってるんで、うん、まあだからそういったあ世の中にある、まあ、よくあるホラーの要素をいろいろふんだんに入れてるっていうところなんだよね、うん、でこれ冒頭にあの新聞が出てくるでしょ、あの子供たち行方不明みたいなさ、はい、あれって1968年昭和43年って書いてあって、それの子供たち行方不明の隣に川端康成ノーベル文学賞受賞って書いてあったの。え、あ、全然気づかなかった。そうっていうことはこれ川端康成は1968年の10月17日にノーベル賞受賞しとるので、だそんぐらいの時期の下月新聞ということになりますねすごいということになると思いますね。ね、うん、だからそういったなんかちょっとね、あのでこれ結構記事がねその後もね出てて、そのなんだっけ、僧侶が惨殺遺体で発見みたいなのがあったりとか、2010年は週刊誌の記事でその不気味な噂絶えず 山奥のハイデラみたいな記事があったりとかっていうのがあったりとか。その辺もちょっと、うん、面白かったんだけど、その関連性がわからんっていうところなんだよね。ちりばめ方はうまそう、餌巻いてるんだけど回収に来ないんだよね、うん、ただそのなんか結局そのね、モンスター出てきちゃったじゃん、狐の顔した、はい、あの体が女で顔がキツネの、まあ、あれはあれであのクリーチャーデザインとしてはかっこいいんだけど、うんうん、まあああいうのを出しちゃったらおしまいよっていうところがあって、まあ確かにそう、あの結局その人間っていうのはその原因がわからないと納得しないので、だからこう最終的にああいうラスボス的なの出しちゃうんだけど、それによってこのそれが全てになってしまって恐ろしさがなくなっちゃうんだよね。だから分かんないまま終わるっていうのは
一番怖いわけよ。そうですね、もったいない。そうなので、あの例えばその事故物件怖い間取りとか、あの辺もなんかすげえ最後の方までよかったんだけど、最後の最後にお化けだを絵をバーンと出しちゃって、ああもう、はい、台無しみたいな感じになるわけよ。そうで、あのリングの原作者の鈴木浩二さんだったかな、もうあの原作ではあの貞子の顔出してないんだよね。貞子って出てこないんだよ、はい、なんだけどその大衆に納得させるために貞子の顔をわーっと出しちゃわないともう終わらないというか、映画であれ無理やりくっつけられたので、原作者はもうお化け出さないでって言ったんだって、分かんないまま終わるからいいのであって、うんうん、なんだけど貞子出てきちゃって、あーつまんねーってなったらしい原作者も。まあそこら辺はやっぱ難しいですよね、絵的なところと。そう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 、だからまあ今回もその落としどころとして、結局そういった小悪の根源的なモンスターがいて、あの辺に住み着いてて、でそのモンスターっていうのはずっとそこに住み着いてて、その近づいた人間を食い殺して、そしてその人間を傀儡にできるんだよね、操ることができる。だからあの子供たちも操られるし、で、病院、あの不審死を遂げた僧侶もあの僧侶のまま出てくるし、そうで、まあやがてあの恋人の2人もそうなるんでしょうと。そういうことで、うん、そうなんだろうねきっとね。でこの、子供たちのうちのそのセイタがそのキュリスが死んでなかったので病院まで追いかけてきてるわけですよ。はい、これ冒頭シーンで出てくるじゃんか、子供がそばにいるって言って、そんなものそんなやつはいないってなってるね。うん、その辺の、まあ、伏線がそういうところでは回収されてるっていうのあるよね。あの、はい、あとなんだその石切り場、あれ石切り場あれだったね、大家の宇都宮の大家の石切り場だったね、ちゃんとね。はい、いました。あれは宇都宮ちゃんとロケしてんだなっていうところなんだけど。そう、あれで、ね、本当は そっちの方に探検最初に したかったんだけど、ジェームスはあのお寺に行きたいってクリスに言われてしまって、であれでスカーフ、なんか片身かなんかのスカーフを木に縛りつけて目印に、はい、あれ冒頭でも出てくるよね、あの山狩りしてる時にね、はい、で、あこれだったんだっていうの分かるっていう、まあ、その辺はねちゃんとしてたんだけどね、いかんせん本当理由が分からんっていう、ね、本当最後のもったいっていうか、結局その反響乱になって、ボールペンで内田朝日を殺して逃げてあのね竹中の後あっけに取られて終わるっていう謎の終わり方なんだけど、あれあのあと結局そのセイタに、殺されるのかもね、クリスもまた。ああそれでまた、うん、でまた操られる、そうまた操られる一人が一人増えるっていう。あのこのね顔のない男の記録って、なんでこの顔がないっていう描写があるのかっていうと、あれこのお寺の中の像に顔がくり抜かれて亡くなってる像がいくつもあったでしょ。だあの神様っていうのは顔がないので、その顔をこの生贄に欲しがるんだよね、はい、なのであの目をくり抜いたりとかするわけで、クリスは顔を取られたわけですよ。そうやって目を取り顔を取りして、自分の家来とか傀儡にして、次の犠牲者を待つということです。だからそれが何者かは分からないっていうところでは、うん、まあ、その、宿にいたひとしさんっていうのは自分の目持ってかれたけど山降りてきたから、ひとしは目がないままでも生き延びてるっていうのはあるけど、うん、そのこのひとしさんっていうのはもうさ、もう急にこうね、あの英語喋り出すとかね、もう本当ご都合主義な感じだったけどね。英語なんで急にあの子供の頃に目取られてるのに英語こんなペラペラないやって思うよね。いやでも本当いろいろな、ね、だからディテールが本当突っ込みどころはすごいよね、やっぱこの、ね、結構本当面白い、なんか普通に怖かった。うん、あのクリスが一人でね、ジェームスをはぐれて町、まあ、多分荻窪の町なんだけど、歩いてる時はあの変な自販機のところに鬼の女がいたりとか、あれ、ね、あの小無双が横切ったりとか、ね、そうはならんやろみたいな展開ばっかりだったけどさ。とかさ、もうこの
旅館で、まあ、民宿でさ、このクリスとじゃないジェームスとケイトがさ、クリスが横で寝てるのにさ、もうセックスすなよって話じゃん。そしてそれ取んなよと。もう意味が分かんないよね、もうね。いやー、だよ、見てただろうとか言って、見てたところじゃないよ、取ってたよってね。めちゃくちゃだったっすね。そうですね、だからまあ、あれですね、だからあの、まあ、ジェームスも結局目取られたんだけど、あと最終的にはクリスが殺してるじゃん、あれ映像を見ると。そうですね、クリスが殺しているので、クリスも結局半分操られちゃってる状態だったっていうことだよね、あれね。ね、まあ、ケイトはケイトで、まあさ、この妊娠してるっていうことを、ね、彼に告げてに行かれてしまったので、追いかけたはずが石切り場に一人で入っていくって意味もわからんし、なんかいつの間にどうやってそこにみたいな、うん、まあ、行ったからにはちょっとロケもしたかったんだろうけど、うん、そう、なんだ、あの石切り場でなんかジェームスが後ろ向いて佇んでるじゃあ最後の方で、はい、あれって目が取られたジェームスとか、まあ、なんなら殺されてしまったジェームスが佇んでるやつなんだけど、あれってブレアウィッチプロジェクトっていう元の映画にもあった展開で、あれやっぱブレアウィッチのあれが脚本書いてたことがある人がやってるだけあって、まあ、ジャパニーズブレアウィッチだったなっていう感じなんですよね。うん、後ろ向いて佇んでるシーンがあるんだよ、あの本家のブレアウィッチでも。で、そのブレアウィッチプロジェクトってもともとの映画もそういう、魔女の伝承っていうのを探しに行った大学生たちが結局最後全員失踪っていう形で終わるっていうやつなんで、まあ同じ日本版ブレアウィッチやりたかったんだろうなっていうところなんだよ。まあ、そういう意味ではまあ確かにそうだった。確かにその元々のブレアウィッチプロジェクトも、そのブレアウィッチとは何なのかが分かんないまま終わってるから。ただああいったもうクリーチャーは出てきてないのよ本当に。知らないうちにみんなドーンってなんかに殴られて混沌して、ビデオだけがなんか横に向いて回ってるだけで終わるみたいな。はい、なんでそれは予算がなくてクリーチャーを出せなかったっていうだけなんだけど、それ見えないから怖かったんだよね。結局何に襲われたんだか分かんないまま終わるから、はい、だけどこれは逆にちょっとだけ予算ついちゃったもんだから、狐の化け物を作っちゃったんだよね。それによってさらにこう チープさが増してしもうたというところなんだよな。はい、うん、まあそういう感じの、まあ、ホーンテッドテンプルだったんですけど、まあでもどうすか、あのなんかあんまみんな なんかね、低評価なんだけど、まあ、分かんないところ多いけど、なんか俺は褒めるところも多かったなと思うんだけどね。なんか全然、まあ、最後の失速が逆になんて言うんですか、B級ホラーって面白いといえば、うん、面白かったんで、うん、全然本当に、見入っても面白かった。面白かったよね。はい、うん、なんでまあ言うほどつまんなくないよっていうことをっていうかね、このね映画についてね、こんだけ長い時間喋ってる動画って YouTube で探しても一個もなくて、なんで我々が初の試みだということで、もうちょっとねこういったアカシックレコードを埋めていきたいなっていうところなんですけど、はい、見事、30分以上話して大成功ということで、ということで、このみこし、どうよかったですね。皆さん、なかなか、ツッコミつつ見たら面白かったっていうところで、皆さん、ホーンテッドテンプル、今からでも遅くないんで、ホーンテッドマンションを見た後は、ホーンテッドテンプルも見ようということで。今日は、2016年制作17年公開アメリカ映画ですね、ホーンテッドテンプル顔のない男の記録ということで、小麦越しとお話ししてまいりました。どうもありがとうございました。